こんにちは、ネイチャーエンジニアの亀田です。今回紹介する野鳥は糞に見られるオレンジ色のヒタキ、ジョウビタキです。パートナーのマンチと一緒に紹介していきます。ジョウビタキはオレンジ色の姿が特徴的な鳥です。写真の姿はオスのもので、頭は灰色、体はオレンジと黒の配色になっています。黒い羽の部分には白い色の紋があって、紋付き袴を着ている姿にも例えられます。ちなみにメスはオスとは姿が結構違います。メスはこちらのような姿。メスの姿は茶色っぽく、オスと比べると少し地味め。でも尾はやっぱりオレンジ色をしていて、ちゃんと常備的らしさがあるんですね。こんな色のせいか、オスもメスも温かみがあって、会えるととっても嬉しくなる鳥です。ちなみに僕はまだジョウビタキを見たことがなかった時に、図鑑でオスの姿を見て会いたいとなってひたすら探した記憶があります。図鑑には平地の林とか公園にいると書いてあったので、とにかくそのあたりを探し回りました。でも全然会えなかったんです。そうして2ヶ月くらい探した後、何気なく畑の横を歩いていたら、横からいきなりジョウビタキの巣が出てきました。憧れのジョウビタキに出会えて、その場で何十枚も写真を撮りまくりました。身近な場所でこんなに素敵な鳥が暮らしているなんて、本当に最高です。ところで、ジョウビタキってちょっと変わった名前ですよね。ジョウビタキは、スズメ目、ヒタキ科、という分類グループに含まれる鳥です。その名前からビタキという名前がついています。ちなみにヒタキ科の鳥はヒヒヒという火打ち石を叩く音が由来です。その鳴き声がこちら。特徴的な鳴き声ですよね。住宅地を歩いている時など、意外とこの鳴き声が聞こえてきます。この声が聞こえたら、近くにジョウビタキがいるかもしれません。もう一方のジョウですが、こちらは農学の大きなを意味する言葉です。もう一度ジョウビタキのオスの姿をご覧ください。オスの頭、灰色をしてますよね。これを髪の毛の白髪に見立てて名付けられたんですね。つまり、ジョウビタキとはおじいちゃんのような姿のヒタキという意味なんです。ジョウビタキは冬鳥なので、基本的に冬しか見ることができません。しかし、住宅地や畑、林など、意外と身近な場所で見られ、観察のチャンスが多い鳥です。あなたの家の近くにも訪れるかもしれないので、ぜひ、探して観察してみてください。ネイチャーエンジニア生き物チャンネルでは、身近になれるいろいろな生き物たちの紹介をしています。もし参考になったと思ったら、いいね、チャンネル登録をよろしくお願いします。